こんにちは、デリッシュキッチンです。本日は韓国産キムチで作る鍋の素いらずのキムチ鍋のご紹介です。豚バラ薄切り肉 300g は食べやすい大きさに切ります。じゃがいも3個は皮を剥き2等分に切りましょう。水にさらして水気を切ります。ふんわりとラップをし600ワットのレンジで2分加熱しましょう。鍋にごま油大さじ1と豚肉を入れ、色が変わるまで中火で炒めます。韓国産キムチ 380g を用意します。韓国産のキムチはキムチくんのマークが目印。 300g を加えて締めに残したら炒め合わせます。韓国産キムチのポイントは本格的なコクが美味しく、旨味が出て簡単にお鍋の出汁が作れます。またいろいろな料理にも手軽に使え、乳酸菌が豊富でヘルシーです。続いて酒大さじ1、醤油大さじ1、おろし生姜小さじ1、水 800cc を加え、玉ねぎ1個を加えます。じゃがいもも加えましょう。椎茸2個を入れたら蓋をし、火が通るまで8分から10分程度弱火で煮ます。味噌大さじ2を溶き入れましょう。最後にニラ1/2束を加えたら、じゃがいもキムチ鍋の完成です。美味しく食べたら締めは、韓国産インスタント麺1袋を用意しほぐし入れましょう。コシの強い太麺でお鍋にぴったりです。さらに残りのキムチ 80g を加え、ピザ用チーズ 50g を加えたら蓋をします。水分が少なくなった場合は水を足しましょう。チーズが溶けるまで煮たら完成です。キムチくんマークの韓国産キムチで作る本格鍋、ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。